みんなのものこんにちは、俺たちチャンネルの大悟です。なんでだよ。なんか NHK のなんかお兄さんみたいな、こんにちはみたいな。ウィン島島です。はい。最近やっぱりコンビニの冷凍食品、マジうまい。うまいな、ね、本当にうまい。下手したら、本当に飲食店行くよりも冷凍チャーハンの方がうまいとか。で今回は、まあ、タイトルではコンビニで絶対に買ってはいけないものってなってるんだけど、はい、まあ、そのコンビニ絶対に買ってはいけないものの一つとしてその冷凍食品あると思うんだよね。買ったら、うん、それ食べちゃって、あ、食べ、そっから抜け出せない、もう太っちゃうとかね、逆に、うん、食べすぎて食べすぎて、まあ栄養的にもバランスなんとなく悪そうだし、うん、もうそれだけ食べたらもう簡単に作れるし、うん、まあ家からすぐ買いに行ける距離だし、はい、で買っちゃうと、それぐらい危険なくらい美味しいとかね、危険なくらい美味しい、ちょっと逆説的なんだけど、そういうこと、ね、だ今回ちょっとコンビニで絶対に買ってはいけないもの、うん、買ってはいけない冷凍食品をちょっと紹介してレビューしていきたいなと。いや、いいね。ちょっとこれを10点満点で評価していきたいなと。まずこちらローソンのですね、はい、チャーハン、これが美味しいと話題になってました。チャーハン、これ五目チャーハンなんだけど、チャーハン普通のチャーハンだったら100円とかで売ってますね。ファミマ行きます。肉シューマイ、これは有名、汁なし担々麺、知らねえ。セブンですね、グツキラーメン、これも有名ですね。あ、そうなんだ。で、ラスト、これ俺が買って欲しかったやつ、焼き餃子。ほう、これがうまいと。そうなんですね。難しくて作れるかな、俺に。作れるだろ。じゃあまずこのチャーハンとシューマイやっていきましょう。オッケー。凍ったままの商品の袋の端に切れ目を入れ、はい、これでお皿に乗せます。ちょっと凍ったまま食べてみてよ。なんでだよ。あ、こっちまでいきますね、じゃあ、はい、3分20秒ですね。でも俺熱いの苦手だからちょっと3分にするから、3分20秒はい、ということで焼きシューマイが出来上がったみたいです。それではね、あの店長に聞いてみたいと思います。焼きシューマイ、あれがなまちゃにゃなべなからべあれまなげな、あ、え、なんて言ったなべなげね、あ、あ、いた、はい、それですね、熱いね、それ熱いよ、熱いよ、熱いよ、はい、こちら完成していただいて、じゃあその間にこれもやっときたいと思います。入れるな、あれ違った、入れるな、壊れるだろう、一番壊れるだろう。さあちょっと、うん、チャーハンをやってる間にこちら食べていきましょう。はい、うまそう、うわー、マジでうまそう、うわー、特に何もつけずに、うわ、それでいきますか。この素材の味でいこう今回は、うん、いただきますよ。はい、下手か、いただきますあ、ちょっと冷たい、裏目に出てしまった。あー、これ食べちゃいけなかったんだ。行ってみ、ちょっと冷たいんだけど、冷たいんかい、もっとちゃんと時間あれば美味しいと思うけど、マジでうまい。これ、それではみんなのもの、口を開けてくれ。あーあー、うん、このさ、肉がめっちゃ詰まってんだけど、ちょっとさ、シャキシャキとしたさ、ネギかな、玉ねぎっぽいのが感じがあるんだよ。それがめっちゃうまい。これだって店で出てきても分かんないよね。分かんない。じゃあこれ何点ですか。難しいね、うまいけど基準がどうしようか。まずは平均点にしとこう、7点。これが基準点です。相当うまい。できた、できた、できた、あっち、できた。この見た目、多分、うん、下手な中華料理屋で食べるチャーハンより美味しいよ。いや、その可能性はね、大なんですよ。いただきます。じゃあ、パッ、腹立つな。母親が作るチャーハンよりは確実に美味しいよね。母親の他の料理はうまいんだよ、うん、チャーハンなんか一気にクオリティ下がんでる。確かにチャーハンじゃないもん、あれはダマダマになってる。卵ご飯だね。こんなうまいの腹立ってた。これ買っちゃいけないでしょ。買っちゃいけない。さあ何点ですか。うわ、難しいなー。9しれっと言ったじゃん。ということで次行きましょう。はい、セブンの焼き餃子、うん、うわ、汁なし担々麺、うん、味噌ぐつき味噌ラーメン、おお、50点やりましょう。まずは外袋から取り出します。はいですね、これを取って、はい、もうこれで加熱するだけですね。え、嘘。はい、6分間も加熱するだけです。そんなバカなことがある。いきます。はい、これでもう以上です。それも同じ作り方。こっちは、まあ、電子レンジも作れるし鍋でも作れる。ちゃんと具もね、しっかり入ってますね。はい、入れときます。はい、投入。ずんちゃ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 。ちょっと冷凍食品の歌作れる。いきますよ、冷凍食品の歌。1、2、3、4、
ずんちゃずんちゃなるほど、電子レンジじゃなくてお湯で作るタイプね、うん、残り1分なんで、ローソンの歌この街にはたくさんの青い看板が、あ、ローソンだ、お母さん、唐揚げくん買っていいね、いいね、家族の憩いの場のローソン CM でありそうずんちゃずんちゃーん、なんで鈴木さん、さあ、できました。鈴木さん、鈴木さん、あ、いいね、それ、はい、こちらが汁なし担々麺です。まあ、簡単なんですけど、熱々、熱々、いいショット、いいショットだね。ちょっとじゃあ、全部作っちゃうんで、熱熱いんで、向こう持ってってもらっていいですか。はい、4万デブル出るよ。はい、4万デブル、お待たせいたしました。もう食べといてください、冷めちゃうとあれなんで。これ混ぜてもらって、花椒入り唐辛子、これまあ、辛さ調節できるやつです、はい、入れ、全部入れてもいいし、半分だけ入れてもいいし。いいんですか、それに食っちゃって。俺、普段食べてるんで。あ、マジで。まぜまぜ。それでは、みんな、口開けてよ。そうだ、あー、いい子だ。はい、口に、いただきます。で、こちらが、はい、完成しました、うん、グツキ味噌ラーメンです。はい、本当にグツキセブンのグツキラーメンは結構なんか SNS とかで話題になってる。あ、そうなんですか。じゃあいただきます。はい、普通に店で出てくるやつ、どんな味？いや、本当にね、店で出てくる味、これ出してる店ある？普通にある。最後、はい、ラーメンに合う餃子ですね。はい、これ俺前食った時結構うまかったな。餃子なんて自分で作ったら大変。え？それからそんなことすんの？いただきます。ちょっと餃子食べます。はい、YouTuber に何が求められてるかっていうと、本音なんだよ。みんなと同じ目線に立って同じ下の感じでレビューしながら、そんなか。あとね、餃子の味自体はめっちゃ美味しい。ただ餃子にパリパリ感を求める人はやっぱり電子レンジでは再現できない。急に厳しいだパリッとかでももう100点。でもこれさ、電子レンジじゃなくてもうフライパンで焼けば完璧よ。ああ、なるほどね。うん、ということで、点数つけましょうか。餃子から。餃子、はい、6点。お、6点。担々麺、はい、7点。うん、味噌ラーメン8点。急に厳しくなったな。まあまあ、いや違う、俺の中ではチャーハンがめちゃめちゃうまい。やっぱり、いや本当素晴らしいです。企業努力ですね、これは。素晴らしい、冷凍食品素晴らしいですか。めちゃくちゃ汗かいてるよ。やばい、お姉さんじゃん。分かるんじゃない、動画って。この汗伝わるかな。伝わるんじゃない。伝わりにくいあ、ローソンだ、お母さん、唐揚げくん買って。いいね、いいね、家族の憩いの場のローソン。 CM でありそう。ずんちゃずんちゃーん、なんでで、ね。